いわゆる袴田事件で再審・裁判のやり直しをめぐる審理で昨日検察側が請求した法医学者2人の証人尋問が行われました1966年に旧清水市で起きたこの事件をめぐっては犯人が事件の際に着ていたとされる血液のついた5点の衣類が事件から1年2か月後に味噌タンクの中から見つかり 巌さんを有罪とする重要な証拠とされてきました弁護側は5点の衣類の血痕に見られた赤みに着目し血痕を長期間味噌につけると赤みは残らないと結論付け5点の衣類は発見前に捏造されたものだと主張一方で検察側の実験では赤みが残る可能性があると主張しています きのうは検察側が請求した法医学者2人の証人尋問が非公開で行われ、法医学者は結婚が1年以上味噌漬けされても赤みが残る可能性があるなどと、おおむね検察側の主張に沿った証言をしたということです一方で弁護団による結婚が国家主食化していくメカニズムそのものについては、ほぼ反論はなかったとの見方を示しました。